には、ぜひともは、台東市の社会福祉センターに所属する、ボランティア活動で、日本語を外国人の方に、指導をして、あるいは生活のガイドをしているという活動をしております。ちなみに今日は和服を着られてるんですけれども、今日は何をされてるんでしょうか。これも年間のいろいろな行事の一つでして、ただ日本語の学習するだけじゃなくて、学習者とそれからボランティアさんの間の交流をね、後押ししようということと、それからもちろん学習者さんには日本のいろいろな背景とか、それから文化といったようなことをお伝えするということを、それもささやかなことですけども、やはり後押しするということで行っております。他にもスピーチ担当したり、背景をしたり、今度もなんか習字大会でもしようかなっていうふうに、そういう学習者さんがなかなかチャンスがないので、そういうところで私たちが場をね、設けてあげたら何かのお役に立つんではないかなと毎年考えております。ホスピタリティだから、フラワーとか言って、季語っていう、その役、やってみたら、そこそこ5つの、やってもらった方がいいんじゃないですか。楽しかったんです。日本の文化に触れていい勉強になれました。特に私はいつも村上先生の授業を受けています。村上先生から日本の文化とかいろいろ教えていただいて、日本人と付き合うの面ではすごく役に立ってます。